はいみなさんこんにちはレク、えー、戦日講師の森山です8月6日、えー、今年の本試験、えー、基準点が発表されました あその基準点発表を受けてこれからどのように勉強しようか迷っている方悩んでいる方いると思いますえ私の方では公開講座を行いますえこちらの公開講座の方ではですね今年の基準点発表を受けた次年度対策ということについてお話をしていきますで私の方ではまあ1日30分携帯司法書士講座という通信講座をしておりますがあこちらの講座あ利用して勉強している方もいると思いますえそのお勉強の仕方ですねそれからこれから使って勉強しようという方どのようにこの 講座を使えば有効に確実に成績を上げることができるのか、そのような話もこちらの公開講座の方ではしていきたいと思います。8月18日6時、渋谷駅前本校の方で行っていきます。で、全国のレックにもですね、生中継されますので、ぜひこちらお越しになってください。確実なですね、合格これを一緒に目指していきましょう。